はい、こんにちは、ニュンスーです。カブト、虫、無事に成虫になってきてますね。この初めここ蓋開けた時びっくりしたんですけど、このサナギを入れてた筒、これトイレットペーパーの芯を半分に切ったやつにサナギを入れとったんですけど、こう倒れてたから、お、やべえなと思ったんですけど、実は、無事に、サナギから成虫になって、動いてましたね。これが全部、サナギの皮。で、無事に成虫になって、とりあえず一匹はここ。で、メス、の顔が見れるんですけど、これはまだこの洋室から出てきてないので、このまま待ちたいと思います。多分体が固まってないからまだ出てきてないと思いますね。見えるかな、よっ、生きてます。まだね、目が白っぽいんですよね。目がね、白っぽい。普通は黒くなってるんだけど、やっぱりまだ出来上がってないのか、目が白っぽいんですよね。で、ここもメス。ここは結構動いてますね。で、もう一匹が、一匹だけこの中にいたオスが、ここちょっと山になってるんですけれど、そこを駆け上がって、ここにいました。綺麗ですね、羽も、角も、綺麗です。ただ、小さい。角がこんな感じ。です。まだそんなに動き回ってないので、餌は食べないと思います。で、まあ来週ぐらいゼリーを入れてあげてもいいかなと思います。まあでも、まあこの後入れといてもいいけどな、一個ぐらいは。まあこのゼリーを食べるタイミングっていうのも本当わからないですね。動き回り始めたら多分食べるんだろうけど、これは目が結構黒くなってるからだいぶいいのかもしんないですね。まあ、こう開けといても飛んでいく感じはしないので、大丈夫ですが、他が 1,2,3,4全部で6ぐらいいるかな、ここ。多分ね、このマットの中に隠れてるんじゃないかなって思いますけど。あ、いたね、ここ。動いたな。これ。本当だ。あ、出てきちゃうかな。オス、メスだ。この辺はメスだよ。そうなの？うん。じゃあメスと判明された。見えますね、メス。本当だ、角が全然何も見えない、メスだ。うわー、めっちゃ動く。かわいいね、このメスが。隣の、あ、隣に行っちゃうか。そうですね、あんまりこう振動するとびっくりしても出てきちゃうし、まあこの出てくるタイミングが本当カブトくん任せですね。まあ、いつ出てきてもいいですけど。確かにカブト君もしかして、ああ、これ結構動きがいいですね。背中も綺麗で、あ、あとどこかな、
わからない。まあでもダニはすごいついてるな。これもやっぱちょっと目が白いかな、まだ。でも動きは完璧な気がしますね。ちょっとどかしてみるか。よっ、ちゃちゃじゃーん。カブトムシ、2020年、メス。メスも貴重ですわ。まあほんと今年は全部で15はいないので、15いたかな、15匹もいないし、オスも3匹ぐらいだったかな。動いてますけど、まあ問題はなさそうかな。顔も普通に出来上がってる気がするけど、ちょっとこれ前足がまだ赤いかな。ね。まあこれは多分だいぶいいのかな。それ。わあ、でもダニがいる。うん。元気ですね。まあ、この後ちょっとゼリーをあげたいと思います。で、もう一個のところが、めっちゃ動いたよ、ここから。と、こっち。この子だって、ここ。3匹いて、1匹死んじゃったところ。で、前回も撮ったんですけど、ここのオス。ゆっくり動いてたやつが、未だに背中を下にして、ゆっくり動いてる。で、ダニが真ん中に付着しています。でも、死んではいないので、動いてるので、まあ、来週ぐらい動き出すかなって感じですね。結構これ大きい感じがしますね。で、もう一匹はもう背中を向けて、ちょっと動いてます。これは何ミリぐらいだろう、まだ測ってませんが、65から70ぐらいかな。ちょっと角が短いね。本当だ、角が短い。で、去年もいたんですけど、この角のとこにちょっとなんかギザギザっていう、なんか出っ張りがあるんですよね。まあ、これはちょっと遺伝的なものかわかんないですけど、ここの角の真ん中。ダニがこの背中とこの首の中めっちゃくっついてる。これいやーもうマジ気持ち悪い。うじゃうじゃ。まあちょっとこれ後でブラッシングしたいと思いますね。まあこんだけ動いていれば大丈夫かな。で、それに刺激されて、あっちのオスが、ひっくり返ろうとしてたんですけど、またちょっと止まっちゃいましたね。で、もう一個、三つ目の入れ物。これは、小畑緑地で取ってきたやつは、まだサナギです。で、だいぶ黒くなってきてますね。
こっちもオス。黒い。で、これはメス。まあ、腐ってはいないはずですね。色はまだ黒くはないですが、もうちょっとかな。あともう一匹、もうここ。ここは結構黒っぽいですよね。足の辺とかも。ただ動きはないです。サナギになったばっかは動きはあるんですけど、サナギから羽化し始めるときは、全く動きなし。じっとこう体が出来上がるのを待ってる感じ。で、結構これが角が大きいので、ちょっと期待しちゃいますね。まあ来週ぐらいは出てくるかな。ここは4匹。だから全部で4、5、6、7、8、9、10、11。11か。成虫はこのまま全部うまくいけば11匹で、オスが 1,2,3,4,5、 メスが6かなですね。この大きいの80は多分ないと思いますけど、75ミリはあると思います。感じですね。はい、ではちょっとマットを、マット減らさない方がいいか。マットを減らさないでこのまま、まあ、潜りますからね、カブトも。確かに潜って潜ることもあるので、あとはじゃあゼリーをちょっと用意してあげたいと思います。わかった。俺ここにも穴を準備しちゃった、いやいや、木のあれに入れるしね。あ、そうだ。じゃあまた来週動画撮りたいと思います。以上、ニャンスーでした。バイバイ。またね。バイ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 